マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤すみかです。ダイエット効果の高いリンゴ酢、美味しく召し上がっていらっしゃいますか？この動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私がおすすめするリンゴ酢のダイエット効果を高めるレシピがわかるんです。もしリンゴ酢のダイエット効果を高めて健康で綺麗に痩せたいなと思っているようでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。リンゴ酢ダイエットの史上最強の痩せるレシピトップ3お伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、リンゴ酢ダイエットの効果を爆上げする神レシピ、私が選んだセレクトの3つトップ3お伝えします。では1つ目の項目です。なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、というその痩せるポイントが5つあります。1つ目はこちら、あなたの腸内環境が整うからなんですね。これはリンゴ酢を使うことで、リンゴ酢が持つ酢酸という成分のおかげで腸の動き、蠕動運動がめちゃくちゃ活発になるからなんですね。そうすることで血液がきれいになって、老廃物をデトックス、あなたは痩せ体質に根本的になることができるからなんです。2つ目、血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があります。すごく大事ですよね。いかにこの太るもと血糖値の急上昇を抑えることができるかできないで、ダイエット効果が変わってきます。放っておくとその間どんどん脂肪を溜め込んでしまうわけですから、なるべく早く血糖値の急上昇を抑えることがポイントになってきます。そこでこのリンゴ酢のレシピがとっても役に立つんですね。そして3つ目は、食欲を抑えてくれる効果があります。私がこのリンゴ酢の、いろんなレシピ等々ですね、お伝えしたところ、たくさんの方がコメントをくださってます。先生って、もうリンゴ酢を始めたら前みたいにお腹が空かなくなりましたとか、朝食べたらお昼まで全然持ちますとかですね、嬉しいコメント、たくさんご感想来てるんですね。もちろんね、もうその方たちがおっしゃる通りなんです。リンゴ酢をしっかりと朝から特に召し上がっていただくと、食欲を朝から抑えることができるんですね。もうこれは絶対に朝からリンゴ酢レシピ召し上がってください。そして4つ目、脂肪燃焼効果があります。リンゴ酢を召し上がると血液中の脂肪をですね、どんどん溶かして燃やしてくれるんですよね。ですから血液がサラサラになって、あなたの毛細血管末端まで隅々に栄養と酸素が行き届く、そしていらない老廃物を回収してくれるわけですから、もう脂肪燃焼効果がここで爆上がりするわけなんです。そして5つ目は、全て発酵食品のレシピだからなんですね。この発酵してるっていうのがすごくポイントなんです。先ほどお伝えした腸内環境を整えると良いっていうところで、腸内に住み着いている痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの大好物の餌がこの発酵食品ですから、しっかりと痩せ菌たちが喜ぶものを毎食召し上がる、これがすっごく大事になってきますね。ではここから2つ目の項目です。リンゴ酢の神レシピトップ3ということで、まず1つ目はこちらです。リンゴ酢納豆です。先ほどお伝えしたリンゴ酢のダイエット効果に加えて、納豆を使いますと、納豆自身も発酵食品なんですね。リンゴ酢もそうです。そして女性のホルモン、エストロゲンに似た働きをしてくれる大豆イソフラボンが取れることで、脂肪燃焼効果だったり、コレステロール値を下げてくれたり、代謝を上げてくれたり、そういったホルモンと似た働きをしてくれるイソフラボンを取ることで、またここでですね、痩せ効果がアップするわけですね。そして食物繊維が豊富、なんといっても高タンパク質ですから、これすっごく大事ですね。私たち人間はある一定のタンパク質量がちゃんと取れないと、いつまでたっても食欲が収まりません。ですからここでしっかりとタンパク質取っていきましょう。そしてね、オリゴ糖も含まれていますから、このまたオリゴ糖がね、腸内にいる善玉菌たちが大好きな餌になるんですよね。整えてくれます。そしてコレステロール値も下げてくれる効果があるんです。ではここから材料と作り方です。こちらリンゴ酢納豆の材料1人分です。
できれば国産大豆の納豆を1パック、そして痩せる純リンゴ酢ですね、を大さじ1、そしてできれば国産の蜂蜜小さじ1、もうたった材料3つだけを準備してください。ちなみに痩せるリンゴ酢というのはこういった純リンゴ酢と呼ばれております。原材料が国産のリンゴ果汁 100% のみでできているものを選んでください。詳しくはまた別動画でリンゴ酢ダイエットの詳しいね効果をお伝えしておりますが、ぜひそちらもご覧ください。ではここから作り方です。簡単、納豆にリンゴ酢を入れていただいて、それを50回程度よくねもうふわふわになるまで混ぜてください。そしてその後に蜂蜜を入れてさらに混ぜ混ぜしたら完成です。私はこのリンゴ酢納豆をほかほかの玄米ご飯にかけて食べる時もありますし、また野菜のディップとしてつけて食べることもあります。では2つ目の神レシピはこちら、リンゴ酢キャベツです。ダイエット効果の高いリンゴ酢に加えてこのキャベツを使うことでまたまたダイエット効果が爆上がりします。キャベツはですね、もちろん腸内環境を整えてくれるお腹の大掃除にとっても役立つ野菜になりますね。でしかもキャベツを摂ると一度に2種類の食物繊維が摂れちゃいます。水溶性と不溶性ですね。これはやはりバランスよく摂る必要がありますから、キャベツを摂ることで同時に摂取することができます。そして低脂肪ですし、何よりも抗酸化作用が強いのでアンチエイジングにも役立つ野菜ということになります。ではここからリンゴ酢キャベツの材料と作り方お話しします。こちらです。キャベツ1/4、純リンゴ酢 100ml、 天然の塩小さじ1/2、あとこの材料が入る保存袋、蓋ができるジッパー付きのですねを1袋と保存容器を1つご準備ください。詳しい作り方、実演を交えた動画は別動画でアップしておりますので、人気のアップロードのところに行かれて検索してみてください。簡単にお伝えします。もうすごく簡単なので、まずキャベツは千切りにしてください。でそこにリンゴ酢と天然酒を入れてよくね揉み込みます。この袋に入れてね。そして別にできればガラス製の保存容器に詰めていただいて、冷蔵庫で約1週間保存が効きます。もうめちゃくちゃ簡単で美味しいのでおすすめです。ではリンゴ酢神レシピ最後の3つ目はこちらです。リンゴ酢味噌汁です。今回のレシピには血液がサラサラなるこの玉ねぎを使っていきます。玉ねぎ効果です。腸内環境は整いますね。なぜかっていうと玉ねぎにはオリゴ糖がたくさん含まれていますので、腸内細菌のね善玉菌たちのもう大好きな餌となって働いてくれます。でまた血糖値の急上昇や脂肪燃焼効果、代謝アップ、コレステロールが下げるというね、もうこんな素晴らしい効果、むくみ改善効果もある玉ねぎを使った痩せるお味噌汁のレシピご紹介していきます。では材料です。リンゴ酢味噌汁の作り方になります。作りやすい分量で書いています。無添加のお味噌 150g に対してすりおろした玉ねぎを1個分、純リンゴ酢を大さじ1ご準備ください。たった3つでできます。作り方です。1、すべての材料をボウルに入れてしっかりとダマがなくなるまでよく混ぜていきましょう。2、丸1を 30g ごとに小分けにしていただいて冷凍庫で 2、3 時間凍らせてください。3、小分けにした味噌玉を1つに対して後から 150ml の熱々のお湯を注いで溶かしたら完成。ではここからワンポイントアドバイスです。今の味噌玉をすぐに使い切ってしまう方は冷凍しなくても大丈夫です。ただ1食分ずつ冷凍で保存ができるから便利ですよね。あなんか欲しいという時にさっとお湯を注げばいい手作りインスタント味噌汁になりますが、ぜひねいざっていう時のために冷凍で作っておくのも丸ですよね。そして冷凍では約2週間保存が可能です。ジッパー付きの密閉袋入れて、保存してみてください。で味噌汁ファーストといいまして、血糖値の急上昇を抑える効果を上げるためには、例えば朝食でいろんな、品があったとしても、まず最初にこのリンゴ酢味噌汁を飲んでみてくださいね。そのおかげで血糖値の急上昇をその後の食事の時に上がるのを抑える効果が高まります。さあいかがだったでしょうか。今回はダイエット効果の高いリンゴ酢を使ってさらに
食材と掛け合わせることでそのダイエット効果を高める、私が今までお伝えしてきたレシピの中でもセレクト3選ということでトップ3お伝えしてきました。詳しくはそれぞれまた別動画がありますから、もっともっと詳しくこのダイエット効果を知りになりたい方はそちらの動画を見てくださいね。それではこの動画は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に飲んでみた食べてみたご感想をコメントにいただくととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。